秋田県湯沢市のとあるロッドビルディング工房。その片隅でフライをタイイングしているのはこの工房の主、渋谷直人さんです。お盆が明けた8月17日、本来ならばこの日から釣り場に向かうはずだったのですが、本当は今日からちょっと鳴瀬川にイワナ釣りに行こうかなと思ってたんですけども、台風7号が直撃してしまいまして、ずっと土砂降りで今大増水しちゃってるんですよね。それでまあ明日うまく引いてくれれば釣りができるかな、他の釣り場に逃げなきゃいけないかなとはいろいろ考えてるところですけど、とりあえずちょっと増水した時用のピーコックパラシュートのちょっと大きめのパターンを巻いてみようと思いますんで、まあ今日はそれでちょっとお茶濁しながら明日の水引きうまくいい条件に当たることを期待しつつ、ちょっとまあフライの準備したいと思います。台風7号による前夜からの雨で鳴瀬川は大増水です。とても釣りどころではないことは一目瞭然。それでもロコアングラーである渋谷さんはさほど心配はしていない様子です。こんな時はタイイング、それがロコアングラーの過ごし方のようです。フックはちょっと大きめの9番ですね。ダークブラウンのスレッドで下巻きしていきます。これ下巻きはある程度テンションかけてしっかりしないといけないですね。まずはポストを止める部分だけ下巻きをしっかりします。それでちょうど針の頂点になる、このカーブの頂点になるところですね、ここにポストができますので、そこにスレッドを止めてポストの準備をします。ポストですけど、エアロドライウィングのフロー戦闘レンジですね。4本一束になってる、その1束分で4本分の1束ですね、これを結び止めていきますので、これを普通に藍側に向けて止めます。それで結び終わったところを斜めにカットですね。斜めにカットしたらそこをしっかりと潰すように潰していきます。なるべく滑らかにボディの下巻きはした方が後のボディを巻くときに都合がいいですよね。でこう持ち上げるわけですけど、それ持ち上げて反対側にスレッドを巻きます。でこういうふうに巻き止めると、ウィングっていうのはこっち側から必ず風の抵抗を受けますんで、要は相側に傾けて最初に止めることによって、こういうふうになびいちゃうのを防ぐ効果があるんで、自分の場合は下からこう持ち上げるとかではなく、相側に普通に寝せて止める止め方ですね。これから巻き上げます。ピコックパラシュートって、ビートルですよね。甲虫類を模写したフライなんで、ちょっとボディをぼってり作りたいんで、ポストはちょっと長めに結び代を取ります。で最終的にハックルの角度っていうのが、このアイの角度とハックルの角度を一緒にすると風の抵抗を、愛の角度っていうのは要は糸が引っ張られる角度なわけですね。それがハックルの傾きと水平であれば、そこの間に風を受けてこうなびく率を低めて回転してしまうっていう不都合を防げますんで、ちょっと前に傾斜させた状態でしっかり固定します。これ向こう側と手前側でたすき掛けをしてねじれないように固定してしまいます。これで固定ですね。ボディ材となるピーコックハールですけど、
ちょっと長めのものですね。それを5、6本まとめて取りました。これの先端をまずは揃えてカットします。これを巻き留めていきます。でボディなんですけど、あのカーブシャンクってすごいあの下の方から巻きたくなるんですけど、これ懐のところとあの返しのところまでの距離っていうのは同じ程度絶対空いてないと、あの一番深いところに魚の、深く刺さるところが来るんで、そこを中心にこう回転するようなことになりますんで、ボディを巻き下げすぎるとその刺さりの遊びがなくなってしまい外れやすい形状になってしまうんで、カーブドシャンクのフックだからといって巻き下げすぎには注意したいですね。これで止めていきますので、最初に先端を揃えておくことによって後でカットする手間がなくなりますよね。でこれでだいたいちょうど一番深いところからアイのところと同じくらいの位置ですね。ここから巻き始めますけど、これピーコックハルだけ巻いていくと、あの魚釣れた時に歯とかで切れちゃうんで、あのスレッドに寄り付けていきます。これは右手で上からかぶせていく感じですね。あの右手の順巻きで巻く場合です。このよじり方で巻いていきますと、あのほどけていくことがない回転になりますね。それでまあ柔軟回転巻きつけたら、今度はあのスレッドとピーコックハールを一緒に持って、あのボビンからは手を離していいですから、これで巻いていきます。これで完全にあのきつく締まっていく方向になってきますんで、絶対に緩むことはないです。で細いところは往復させてボリュームを持たせで、ヘッドの部分ですね、甲虫類ってヘッドの部分ちゃんとしっかりありますんで、ヘッドの部分もボリューミーに往復させて巻き留めます。これでほぐしてギュッと絞り込んで、半回転ポストに回転させて余ったピーコックをカットします。これでボディが完成ですね。ハックルですけど、あの長めのハックルですね。あの虫の足って、あの甲虫の足って意外とあの横にはみ出す距離が長いので、まあ放射状に出ればまあ足っぽく見えるっていうことですけど、あのそれがちっちゃすぎると足に見えないんで、あとフックに対してハックルはちょっと大きめの方がフックの存在を消しやすいという利点もありますんで、ちょっと長めのところを選びます。これぐらいの長さのハックルを使いたいと思います。ハックルの下処理ですね。今度はあのここの根元の柔らかい部分はなるべく使いたくないんで、この先端のファイバーの長いところですね、これを使います。それであの半回転、1回はまず最初の1回転分の部分をあの内側になる部分ですね、こうやって巻かれていきますんで、それを最初からこっち側だけ多くむしっておきます。それで同じ距離でカットします。この状態です、はい、それでハックルを取り付けますけれども、このまま上、あの表面が上です。表面が上で下向きにちょうどカットしなくていいような形でしっかり巻きつけて、一回ハックルの裏側を巻いて、また半回転で手前にスレッドはボディの手前に来ている状態ですね。これでハックルを巻く準備ができました。先端をハックルプライヤーでつまんで巻いていきますけど、これ最初結び代の部分7ミリぐらいですね、7ミリぐらいで1回半回転から1回転で一番上まで移動します。そっからハックリングが始まる状態ですね。上から下に巻き下げてきます。これで2回転目、3回転、4回転、
まあ、増水用のフライってなるとやっぱりちょっと浮力も持たしたいんで、普段の自分のパターンからするとちょっと厚めに巻いてありますね。普段は2回転から3回転で終えるのが普通です。それで下の方を2回転しっかり巻き留めたら、そのまままたボディの 半回転手前にスレッドが来たものを逆回転で2回転でアイのところに持っていきます。この状態ですね。これでハックルの余りをカットします。それでハーフヒッチですね。これ逆回転でアイのところに来てますんで、逆回転のハーフヒッチです。これを2回から3回繰り返して、これしっかり止めて根元でカットします。それであのハックルの暴れですね、まあ関係ないっちゃ関係ないんですけど、やっぱり人が見た時にやっぱりかっこいいフライにするためと、あと空気抵抗ですね。暴れたハックルっていうのは空気抵抗にもつながりますんで、それをしっかり抑えて暴れのない状態を作って、それでポストをちょっと短めに、前が短めでちょっと後ろが長めですね。これも空気抵抗をやっぱり減らすためですね。こっち側から空気が当たりますんで、こっち側は短め、お尻側をちょっと長め、これで見やすくて空気抵抗の少ない大きいフライになりますね。これで最後にあの補強ですね、瞬間接着剤なんですけど、あのガムテープの上とかにこう玉のように置いておくと、結構1時間以上連続で使用しても固まりませんので、このように置いてからニードルで適宜取りながら使っていきます。まずはこのハックルとポストの根元部分ですね。ポストにだけつける、あのポストに染みちゃうとポストが硬くなっちゃって抵抗になるんで、この完全に根元のハックルの根元の部分にちょっと染み込ませます。これでハックルは完全固定されますので、これでその部分の補強は OK です。今度は裏返してアイのサイドからハーフヒッチの部分を固定します。あのサイドから固定すると、あのアイの穴を防ぐ、あの塞いでしまうっていうことがなくなりますので、あの釣り場で糸が通らないとか、そういうこうトラブルもなくしますね。これで完成になります。渋谷さんが増水用に巻いたのはピーコックパラシュート。通常よりもハックルを厚めに巻いているのが特徴です。渋谷さんはこの後も黙々と工房でフライを巻きため、夕方川を見に行きました。入景点からほど近い鳴瀬川源流域です。水の具合はどうでしょうか。未だ水量が多く強い濁りが入っています。しかし慌てる様子のない渋谷さん。そして翌日の朝を迎えます。全く川底の石が見えない状態から驚くほどの回復を見せました。東北の森の力を感じずにはいられません。これまでの経験から渋谷さんは釣りができると判断し、早速川に降りました。もう水が澄んできてますけど、普段のやっぱり3倍から4倍の水量あるんですよね。この状態でまあどういうところから魚釣れてくれるのか、要所要所ちょっと探りながら底をして、どこまで行けるのかトライしてみたいと思いますんで。台風一過の青空の下、源流域で釣りができます。早速準備に取り掛かります。
ロットはこういう時やっぱりパックロットが便利なんで773ですね。6ピースです。必ずパックロットっていうのは穂先から継ぐようにすると事故が少ないです。いやこれアブもいる時期ですからね、8月の中旬お盆過ぎなんで、あのまとわりつかれてチクッとくる感覚たるやね、ほんとイラッとくるんですよね。まあこれもでも夏の釣りのセットなんで楽しめはしないですけど、しょうがないことです。特に日本海側の河川の夏、アブに追われた経験がある方もいるでしょう。フライラインに貫通させるスプライシングネイルノットでリーダーを接続します。結び目を極力小さくし、トラブルを未然に防ぐのです。フライですけど、昨日用意したピーコックパラシュートの9番最初に結んで、それで様子を見てちっちゃくするかパターンを変えるか考えていきたいと思いますので。そこを開始です。スタート地点に向かいます。北の渡沢っていう今いるこの川が釣り場になってるわけですけど、ここでちょうど徳佐沢、藍の渡沢っていう沢が合わさったものと本流の北の渡沢が合流するところです。北の渡沢はこの上で荒倉沢、唐松沢、桑の木沢とあの3本に分かれていきますんで、今水の色見てどっちに上がっていくか決めたいと思いますね。これが今回のエリア、徳佐沢か北の又本流か、水の色を見て決めることにしました。この日は徳佐沢を測候することにしました。今徳佐沢の側に入ってきましたけど、まだ藍の渡沢の合流よりは下です。ちょっとした巻きがあるんで一応確認のため、要はフィーディングって言ってあの餌を取る場所にまだ魚が浮いてきても全く食えないっていうか、イワナが溺れてる状態って、まあ、俺らはよく言うんですけど、あの今までこう流れに耐えるのに必死で餌取るっていう行動をちょっと忘れちゃってる状態なんですよね。それすごく動きがスローで、フライにはこう見に来るんですけど食えないんですよね。こうなんかイワナ自身が自分の行動にこうなんか合ってないっていうか、餌を取る行動にこううまくはまってないというか、まあこれも水量の減少とともに解消されていくはずなんですけど、それが今日中に良くなるかどうかっていうのは微妙なところですね。フライのサイズを落として再チャレンジです。あっと2回見てやめた。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。